はい、こちらは今クラシックカーのブースに来てます。ブースっていうか、まあ、フロアに来てます。こんな感じでもう本当にいろんなクラシックカーが止まっております。でこちらはブガッティのなんかめちゃくちゃ古いやつ7台ぐらいしかなんか作ってない、1980年ぐらいのなんかオークションで20億ぐらいの価値がついたっていうとてつもない車が、もう大体なんかオスカー像が2台っていうの2体でなんか映画にもなんか使われてたっぽいですね。もう大体だって車1台展示するのはこのブースの広さだからね。ちょっと知識がないんでどこまですごいか分かんないけど、まあ、にやわか知識でもとてつもない車がだっていうのが分かる車が真ん中に展示されてます。で他にも本当にいろんな車が、ケーニグセグとか、あとマクラーレンの P1 とか、とんでもない車が。でこっちには、いろんなクラシックカーが止まっております。でこれがなんか売り買いできるように全部プライスがついて展示されてるんですよね。でちょっとこの後見てみたいと思います。ちらっと見ただけでもマイバッハとか Z8 のアルピナとか、もうあんまり見かけないような車も普通に販売されてます。ちょっとあとあっち行きたいんですよね。ちょっと行ってみましょう。でヨーロッパ本当に僕来て驚いたんですけど、クラシックカーの文化がすごく根付いててっていうか歴史があって、まあ、会場の雰囲気多分動画で多分感じ取ってもらえると思うんですけど、落ち着いた感じ全体的に、で年齢層もちょっと高めなんですけど、本当にいろんな人が見てます。で紹介したいのはこちらですね、ブラバスクラシック。結構日本だとブラバスってエアロとかタイヤホイールのイメージが先行してると思うんですけど、実はクラシックカーのレストア部門もあるんですよね。でそのレストアのクオリティが半端じゃないっていう、通称ゼロキロメートルって言って、まあ、要はもう新車のコンディションに戻ってますよっていう。でいろんなコンディションのそのレストアされた車とかクラシックカーとかあるんですけど、もう新車です。もうはっきり言って新車、もう突っ込みどころがないぐらいビッカビカに直ってます。でちなみにこれも販売されてて、40万ユーロ、4000万円オーバーぐらい、5000万円ぐらいか。でも内装とかももう新車、もうスタートからもう塗装とかも全部もう完璧なんだよね。でこれなんかも58万ユーロだから6000万円、7000万円近いのかな。これも中外もうビッカビカっすね。だからもう車を通り越してなんかその絵画とか彫刻とかなんか芸術作品としてなんか受け入れられてるっていう感じですね。でも特にすごいのこれ 300SL、 なんとお値段2億円オーバーでございます。すごい。いやなんかもうブラバスのその再生させるその技術、まあ、メルセデスとも非常に距離が近いんで、まあそうやって、まあ、ブラバス要素外観一切ないわけじゃん。もう本当に純正の状態に戻すっていうことができるんですね。いやすごい。でこっちの 300SL も2億円オーバーです。だからここのブラバスクラシックだけで多分10億ぐらい下手したらいってるんじゃないかっていう。すごい。これ普通に考えたらお金取って博物館とかで見るレベルだからね。で本当にこういうダンディーなおじさま方が眺めてよし買ってよし、すごい。でまあ、メインというか一番ボリュームゾーンはその年配のおじさまおばさまっていう感じなんですけど、本当に若い子とか女の子とかも見に来たりとか写真撮ったりとか、非常になんかそのクラシックカーに対する文化が根付いてるっていうか歴史がある感じがします、ね。
でもエンジンルームももう新車だよね。もう突っ込みどころが全くない。いやちょっとこの辺ビニールめくれちゃってんすよとか、ホコリがついてんすよとか、ホコリすらないっていう。すごい。でお金さえあればもう当時の新車に、新車コンディションの車に乗れるってすごい。だもう本当にアメリカとか日本もそのレストアのもちろん技術もあるし、そのクラシックカーの文化もあるんですけど、ちょっと規模が違うし、なんかもう、こう世の中に受け入れられてる感じが。でこれエッセンモーターショーって言って、それこそ若い子がこうハの字にして車庫端にして、あとはモータースポーツでドリフトしてっていう、同じこのイベントにこれが展示されてるっていうのがもう本当にすごいと思う。やっぱり日本だとこうジャンルごとにこう分けられちゃうんですけど、同じイベントでこの文化っていうのが展示されてるの本当にすごいですね。でこっちはブラバスの認定の中古車みたいです。全部ブラバスで整備されて、もうこっちも、まあ、レストアされてるわけじゃないですけど、ビカビカです。でちなみにブラバスクラシックはこんな感じで、今こんなのを直して売ってますよっていうパンフがありますんで、あの欲しい方はボンドグループまで僕買って帰りますんで。すごい。いやすごいね。だとこっちちょっと車関係ないんですけど、こっちちょっとぜひ見てもらいたいです。だもう歴史があるから、なんかなんだろうな、もう本当にトータルで、だこっちなんかもうアンティークの多分ブースだと思うんですよね。もう訳が分かりません私には。このヴィトンの箱なんていくらすんのこれ。大体もう真ん中のサッカーのやつだってこれ多分やばいよ、多分車買えるよ多分。だって剥製も一般的な馬とかじゃなくてシマウマだから。やばい。で他にも例えばその車眺めながらご飯食べられたりだとか、当時のカタログとか整備マニュアルとか販売されてたりだとか、まあ、あとはグッズが売ってあったりだとか、まあ、あと本当にレストランのそのコンディションも全然違うし、ベースの車みたいのもたくさん置いてあるんで、例えばこの辺なんかはどっちかっていうとちょっとベースレストアベースな感じかな。価格もこんな感じで12,500ユーロだから150万円しないぐらいかな、150万円ぐらいかな、あったりだとか、もう本当にいろんなその車、古い車の文化が根付いてますね。で会場の雰囲気もすごくいいんだよね本当に。いよいよ向こうの大量展示ゾーンに行きますか。もう両カメラマンがワクワクしてるっていう。向こうもなかなかやばいよねラインナップね。でまたプライスがついてる、まあ、ショーとかでその売り買い、車の売り買いって、まあ、そのオークションがあったりとかっていうのはたまにあるけど、こんなにもこう車の売り買いが身近っていうのもないんで、ちょっとアメリカとか僕日本しか知らなかったんで、かなり新鮮ですね。こんな感じでおもちゃが売ってたりとか、すごい。もうこの会場で車いくら分あるのこれ。100は行ってます。100は余裕で超えてるよね。でこっちもすごいん、これ SLR のこれ限定車でしょ。 あともうこう見て、この空冷ポルシェのこのすごい。すごい、全部プラスついております。まあ相場が安いのか高いのか僕らには分かんないですけど、珍しいのまで。すごいよね。アルビーヌ、これも全部スペックシートがついて、値段が。
いやーすごい。でも本当普通にだってこの辺割とコンディションというかいいけど、この辺でも博物館レベルだと思うけど。だってこの面識のメルセデスがこんなに並んでることある？日本で。すごいよね。もうこれを見て両カメラは目覚めちゃってるっていう。すごい。欲しくなった。でもこんなにこんなにクラシックカーが身近だとさ、なんかもう特別な存在じゃなくて、こう本当に車好きだったらこう選択肢としても全然入っちゃうみたいな。俺これ個人的にはこれイセッタ欲しいけど、買えます。26,800 ユーロ。それ通勤しようかな。おざーすって前開けるよ。あ、こっちか。おざーす。すごい。で割とこうクラシックな車なんですけど、他にも珍しい車があったりだとか。だってこれもあれじゃないの、カップカーでしょ。カップカーが置いてあったりだとか、向こうなんかだともうあの SL65 のブラックシリーズが置いてあったりだとか。あとブラバスゲレンデもあったよね。それプライスついてたよね。即納できますみたいな。でその車のなんかちょっとしたそのアパレルが売ってたりだとか、この辺も地味にすごい。 SL652 台止まっちゃってるから。 GT40 多いね。でこの人が多いのもすごいよね。だからみんな写真撮ったり。すごい。そらクラシックリマイズっていうか、まあリミューズ、ああいう施設があるわって感じ。だってこれで真ん中でご飯食べられたらまさにクラシックリミューズだもんね。すごい。これ日本でやったら本当にお金取られるレベルで。いいな、これもいいな。68,800。ありました、フラバスゲレンデ。いくらだろう、まあ、3000万円ぐらい。はい、あのこれも欲しい方買って帰りますんで、はい、すごいっていう。あのもうクラシックカーだけでもう一フロア出来上がっちゃってるっていう。いやエッセンモーターショーすごいです。はい、はい、というわけで終わりました。結局時間いっぱいまでちょっとあの中の方いろいろ見て、あの本当にレースもヨーロッパのその DTM とか GT3 とか、もう本当に盛んだし、若い子もアメリカ文化を取り入れたもうそのいわゆるスタンス系の車も多いし、あとはチューナーですねなんかも多いし、あと驚いたのはクラシックの文化が、まあ、もちろんそのアメリカも古い車を大切にして乗るっていう文化もあるんですけど、またそれと違ったもう古いメルセデスとかポルシェとかもうブガッティのとんでもないのとか、とてつもない車もありましたね。でも価格がもうなんて言うんだろう、何千万じゃなくて何十億みたいな。もうなんか車じゃなくてなんかもう芸術作品、もう有名あの画家が描いた絵がもうなんかこうギャラリーでこう展示されているように、そのコンディションの素晴らしい珍しい車とかがブワーッとこう並んでるっていう、想像してたのとだいぶ違ったモーターショーでした。本当に勉強になりましたこれは、はい、ちょっと少しでもこの会場の雰囲気が伝わったらいいなと思います。というわけでチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。